アメリカが新たな無人機の開発を行っていることが分かった。なんと、原子力潜水艦から水中発射するというものだ。では、今回詳しく見ていきますが、この無人機潜水艦の居場所を探られるのではとの懸念が。2020年末頃にはアメリカ海軍が原子力推進の攻撃型潜水艦で運用する小型の無人航空機 UAV が開発中の状態だと報じられていたが、ここに来て本格的な段階へと入りつつあるようだ。というのも、アメリカの無人航空機 UAV の生産を主軸とするエアロバイロメント社とアメリカ海軍がブラックウィング 10C と呼称される機体の調達について合意したためだ。エアロバイロメント社が製造するブラックウィング 10C は直近の報道によれば、アメリカ海軍との間で120機の導入契約が締結された模様で、2021年夏からおよそ2年をかけて納入されるという。現在、世界各国の軍隊で様々な分野の無人航空機 UAV が新戦力として採用・活用される動きが加速しているが、ブラックウィング 10C のアメリカ海軍での採用は攻撃型潜水艦の新基軸となるだろう。それは、攻撃型潜水艦が主兵装として搭載している魚雷や追艦、対地攻撃用の巡航ミサイルの運用戦術をさらに向上させるものとして期待されており、新たな策的手段の一つだと考えられる。ブラックウィング 10C は機体先端部分に光学および赤外線センサーを搭載しており、これらによって従来の艦艇が装備するソナーや水上捜索用レーダーにプラスして標的の索敵能力を高めることに寄与する。すでに攻撃型潜水艦の兵装である魚雷や追艦、対地用巡航ミサイルの物理的な射程距離は向上していたが、それらの性能を実際の攻撃時に最大限に高める役割をブラックウィング 10C は担うだろう。アメリカ海軍においては、従来から装備していた敵の捕捉から逃れるためのデコイ発射装置を活用し、先行航行中の攻撃型潜水艦から無人航空 UAV を射出して使用する運用方法を開発していた。それらは潜水艦発射型の無人航空機システムと呼ばれており、2020年9月に5隻の攻撃型潜水艦にまず採用・実装されたが、アメリカ海軍ではさらなるその分野の能力向上を期として生きたといえる。海上を自立飛行して光学および赤外線センサーを用いて常時索敵を実施する無人航空機 UAV によって、攻撃型潜水艦の索敵能力を向上させようとの取り組みはフランス等の国においても行われている。残念なことに、日本ではこうした分野の取り組みが進められているとの報道は現時点ではないようだが、攻撃型潜水艦を最大の戦力としている海上自衛隊にとっては、ぜひとも検討すべき分野ではないだろうか。海上自衛隊が戦場とするで、
あろう東シナ海方面海域におては、現状の地上配備もしくは早期警戒機による情報収集で対応可能との見方もあるようだが、無人航空機 UAV にはそれらと異なる利点がある。それこそいざ有事となった場合に真っ先に敵の攻撃目標にそれらが挙げられてしまうであろう点であり、安価で仮に破壊されても容易に取り替えの効く無人航空機 UAV はその点を考慮せずに済むからだ。このあたりの有用性も先行するアメリカ海軍の事例をもとに、海上自衛隊をはじめ航空陸上の各自衛隊でも統合的に考慮しておく必要性があるのではないかと個人的には思える部分である。さて、ブラックウィング 10C を開発しているエアロバイロメント社だが、こうしたアメリカ軍向けの無人航空機 UAV 需要だけでは経営に不安があるとして、他の分野にも進出を行っている。とはいえ、エアロバイロメント社のここまでの企業としての売り上げはアメリカ軍向けの無人航空機 UAV 事業が全体の8割以上を占めており、同分野の先駆的企業としての印象が強い。そんな中でエアロバイロメント社が取り組んでいるのは、使用するのは同じ無人航空機 UAV でありつつも、民生用の調査等に用いる市場であり、アメリカ軍での実績をベースにシェア拡大を目指している。また、エアロバイロメント社は、少し毛色の違う業種として、電気自動車に向けた充電関連分野のシステムを手掛けており、アメリカのフォード社、日本ではトヨタや日産等の企業がこれを採用している。電気自動車に向けた充電関連分野のシステムは、カーボンニュートラル推進という自動車産業や政治的趨勢とマッチしていることもあり、今後の成長分野となる可能性は大いにありそうに見える。ブラックウィング 10C で気になる点といえば、同機が送信してくる情報を母艦である潜水艦が当然受信しなくてはならないため、その部分で秘匿性が最重要視される潜水艦に不安が生じる可能性だ。この部分をアメリカ海軍がどのように対処しようとしている、またはすでに対処済みであるのかが、ブラックウィング 10C の実用化にあたっては各国の軍関係者が最も重視する点だと言えるだろう。